こんにちは、まるちゃんねるまさです。モーナー、モーナー激安企画、今日新しいバット2本も買ってきました。はい、まず、1本目のバットはこちらです。まあ、ミズの普通のねビッグ M ですね。オールテーパーインナーバランスって書いてあって、まあ、マークが古いんですよ、これ、うん、こっちが、ローリングスです。ローリングス、こちらローリングスの86センチ長いっす。で、それと比べよう、スパンキー、スパンキー、え、これも86センチですね。これいくらだと思いますかね、はい、ちなみにギガキング02、あ、4万6000円です。こちらなんと1000円、1000円でございます。やばいよ、やばいですよ。まあ、まず、はい、まあ、当時激安企画が伸びてて、はい、あ、なんか激安シリーズなんか他のもやりたいなと思ってたら、ふと突然目の前にリサイクルショップが多分元からありました頼まれましてリサイクルショップこんなとこあったんだと思って入ったら、端っこの方にバットがこうやって吊るされてた。で、え、バットあるやんってなって見たら見て、もう本当にこれ見た瞬間、テレレレテレレレテレレテレレレって脳内になってもすぐ2本取って、すいませんこれくださいって買わせてもらいました。まあ、今回のなんか企画はリサイクルセンターに売ってるようなバットではどんぐらい打てるのかと。そう、だから要は中古なんだよ。中古のバットだとどんぐらいできるのかっていうのを検証していきたいと思います。でも1000円でどうする、100飛んだら2000円出す、200飛ぶ、飛びますまあちょっと素振りと、はい、まあ、ティーと、はい、まあ、いつものロングティーとちょっとやっていきたいと思います。おい、じゃあそのローリングス素振ってください。いきます。はい、あー、振りやすくはあるし、重さはね多分ギガキングより軽いよ。へー、だから確かバランスがトップじゃないんじゃない、それもあるかも、うん、600台かもしれない。ああ、じゃあカルキングって名前にしましょう。マジでカルキング、しかも長いし本当に振ってる感じ超軽い。ああ、いいかもね。じゃあ、うん、次こちら水野、はい、激重です。じゃあそれは重キングです。これマジで重キング、普通に800台ね逆に、いや、めっちゃ重いよ。めっちゃ重い、しかも長いから本当におおってなっちゃうぐらい長い。それ長いじゃね、20キロぐらいない。あのね、マジで全部ライト方向に行っちゃうだろうなっていうぐらい重いと、若干グリップが若干ね、タイカップっぽいんだよね、ここがちょっと盛り上がってる、ちょっとだけね。これ好みなんですけど、僕はちょっと苦手なんですよね。ああ、そうなんだ。まあ、じゃあちょっと T してみますか。はい、やりましょう。さあ、まずはじゃあ水野から重いやつです。えっ、おっ、いけそうか。いやいや、音音なんかね、あの激安バット打った時の感覚にすごい似てて、バットに当たった力が本当にそのまま伝わってるから、オモキング効果ゼロですソフトボール用なんじゃないのこれ、違うの。あ、シンプルに中がめっちゃ詰まってる感じがしたよね。さあ、お次はローリングス、これね 6.4 センチだからちょっと多分芯が細めかな。お音が違う。あ、こっちの方が感覚飛びそうだけどな。なんかね、こっちはパーンって弾いてくれてる感じがする。あっちはそのまま金属にポコンってぶつかってる感じだけど、こっちはパーンって弾いてる。はい、ということで、まあ T もなんかいい感じでしたと。そうだね、まあ僕は打ってないんですけどね。そうですねということで、ロング T に入りたいんですが、2人ではロング T ができないということで、こちらの方に来ていただきました。どうぞ。ベイチャーの課長です。はい、今日も元気、司です。ナイトです。はい、よろしくお願いします。お願いします。まずは、まあ、ギガキングいつもの通り、ね、もしかしたら見たことない方もいるかもしれない。そうね、これまあ打って、まあいい感じのやつ1本で測って、うん、まあこの激安のね、オモキングとカルキングですね。カルキング、もう覚えづらいですね。キングであるからね、キングシリーズ取りたがっているさあ、どれだけ違うのかとっていうのをね、ちょっと出してやっていきたいと思います。はい、はい、はい、ということで最初はギガキングでね、ギガキング、まあ、平均を作っていきたいと思います。はい、さあ、いきます。入ります。久々やなぁ。やばい、タイミング全然違う。うわぁ、いい。やんのやばい、こっちです。あぁ、いい。あぁ、いい。これいった、上がった。いいな。はい、とりあえずここが100です。はい、ここを今合わせます。ここいくつですか。97.3。こちら、有野記録 102.7 です。ボナキング、ボナボナ、どこ
スカロー参ります。よっしゃ、お願いします。おー、いい。どうだ、こんもう遅いか。さあ、お願いします。いいな。おー、おー、センターに。おー、おー、センターに。おー、いい、センターに。お願いします。はい、司さん記録 98.4。 すげえ。ナイスゴー。ありがとうございます。ギガキング02からです。ギガキングです。いきます。ありがとう。うわ、ありがとう。うわ、いい、さあ、カイドくんの記録こちら。お、99.7。よし、マサキング。いくよ。はい。いやー、重たい。久々にギガキング振ったけど重いな。おい、いやー、全然上がってないな。全然ない。お、上がってる。あれで計算します。はい、まーちゃん、そこが 100m 地点ですからの 105.5m。 おお、素晴らしい。ボラキングね、まあまあ良かったんですけど、次はじゃあこの軽い方、カルキングでいきたいと思います。さあ、どんぐらい飛びますかね。軽いんだよね、マジで、マジで軽い。軽い、しかもちょっと細いんですか。いや、細いっすよね。いきやー。あ、いい、いいんじゃないか。いいぞ。なんか本当打った感じ潰れてる気がします、ボールが。あ、ボールが。あ、上がった、上がったぞ。いや、微妙いな。あ、いい、あ、いい。はい、だろ。いや、でも飛ばんな。計測しまーす。ゆうやカルキング記録91ジャストですね。ジャスト、なんか昔の体育館にありそうなバット。いや、ほんとほんと。めっちゃ上がった。あ、いい、あ、これいい、いい、いい、あ、いい、あ、これいい。いや、これは完璧でしたね。完璧、完璧、これ以上ないあたり。つかささんの軽い方の記録ですね。92.9 かな。92.9 ですね。素晴らしい。いきます。カルキング。手元にバランスある感じしますね、これ。ああ、やっぱそうなんだ。はい。イエス。イエス。うお。音が変わるな、なんか。そうですね。バコッ。94m80。 おー、いくよー。飛ばします。はい、あ、やべ。いくよー。ベストマンヒット、 OK。 いくよー、ブリカーなんで。はい、おー、いい。結構飛んだよ、これ。飛んでるな、これは。いや、結構飛んだよ、これ。飛んでるな、これは。すごい乗ってる感があったよ、今。うん、あれで計測しましょう。はい、99m20。 はい、次はオモキングいきます。やっぱ重い分回心出にくいですけど、回心出たらね、絶対こっちが飛びますよ。いきます。いくぞー。いきます。重い、マットが。おー、いい、おー、いた、いた、いた、おー、マジ、いった、これ。おー、いい、いったか。
いったか。おお、いってるいってる。結構いったんじゃないですか。ゆうやおもキング記録97.2です。おい、重いですけど割とバランスは結構好きです。さあ、重いね。あー、なるほど。簡易音は軽いけど、あー、どうだ、いい、どうだ、あー、どうだ、いい、どうだ、今のちょっと乗った。さあ、笹さん記録 85m70。 ちょっと落ちました。落ちましたね。続いて水野のオモキング。はい、いきます。高校野球振られてるな。上がってますね。上がってるだけだな。いや、いい、いいよ。はい、いや、いい、いいの、これいいよ。これ余裕で点差を、はい、解キング。はい、92.8。 はい、重キングいきます。いや、重いんだよな、これ。もう普通持っただけで重いって分かんだよ。いや、本当にそうか。重さ。ははは。いや、いい当たりだけど。お、いい、まあまあいいよ。あ、お、いい、まあまあいい。まあまあ、抜けたから。お願いします。マサのオモキング 93.6。 はい、ということで、まあ結果はこんな感じになりました。さすがにね、ギガキングには勝てないにしても、はい、めっちゃ飛んだね、オモキング。意外といった。だいぶ飛んだよ。だからリサイクルセンター行ってバット買っても意外といける。確かに、お遊びなら全然いいよ。 ね、うん、はい、今日手伝っていただいたベーチャーソードリック概要欄に貼ってありますので、ぜひチェックお願いします。お願いします。はい、動画の感想やリクエストもぜひコメントにお願いします。お願いします。本日も動画最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。またあした。え、昔のバットって長いのかな。でも今も86センチあるから。あ、じゃあ今も昔か。いや、哲学かな。今と思った瞬間は昔になるよ。確かに。そうです。